This week's Amazing Amusements。 この間台風来たじゃないですか。もうこの間もだいぶ前ですけど、多分これがオンエアされる頃にはね、その時に僕ね、撮影の仕事でね、中野にいたんですよ。でまあ割とね、前の日の夜のうちに過ぎちゃったんで、まあ俺が行った時には別にそこまでやばいことにもならなかったんですけど、その時に撮影なんで、でしかも僕全部移動式撮影なんで、全部僕が持ってくんですよ、機材をね。まあカメラにしろ、その録音機にしろ、何もかも全部持ってくんです。でいつもはゴロ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 でっかい荷物引きずっていくんですけど、まあこのクソ悪い安定しない天気の中で山のような機材持ってって、しかも水濡れの可能性があるって考えた時にゾッとしてさ、で怖いからやっぱちょっと工夫しようかなと思って、でね、あれ持ってくのやめたんです。そのバカでかい機材を持ってくのやめようと思って、極力ね、軽い機材だけで行こうということでいろいろ工夫をしたんですけど、結果的に僕が持っていったのはまあ大正解だったんですけど、まず映像ね、映像カメラは実はね、もうスマートフォンで撮ってる。しかもそのスマートフォンも最近かなり綺麗に撮れるんで、多くの YouTuber さんが携帯で撮っていらっしゃるというのは私も知ってるんですが、まあ改めてね、スマートフォンのカメラは綺麗だよ。なのでそれをね、こうまず録音は映像は撮れるじゃないですか。で問題は音なんです。いつもやっぱ音はこだわりたいんで、まあパソコンとオーディオインターフェースとマイクと何もかんもつって持ってって、結構いいマイクで撮ってるんですよ僕は。まあ音は一応プロですからね、と思ったんですけど、もっとこれを小型化できないかと。でまして YouTube のトーク番組を撮るのに、そんなバカでかい荷物ゴロゴロ引きずっていく意味はどこまであんのかとね。昨今はね、だいぶ音もいいです。じゃあその音をどうやって撮るかって言ったら、まあやっぱ IC レコーダーみたいなものにはなってくるんですけれどもね、これがね、やっぱりね、意外とね、音がいい。これはまあ私が前々から持っているタスカムっていうメーカーが出してる DR っていうシリーズがあるんですけど、これの結構上位機種を持ってるんで、これがね、まあ、別に問題なく歌は撮れるんですわ。歌じゃねえや、その喋りは撮れるんですわ。さすがにね、歌声撮れって言われるとちょっと怪しいんですけど、でもエアーでトークしてるのなんて別にそんなに音質を求めるわけじゃないし、大事なのはそのトークの中身とかね、空気とかね。やっぱ僕がやっぱりその映像収録するときに重要視するのは、演者が喋りやすい空気を作ることなんでね。やっぱ演者が喋りにくくなっちゃったら一番良くないので、でかといってこっちも音は出せないし、何かこうね、まあカンペつったってなかなかね、難しいところもありますから、まあ気をつけながらやるんですけど、そっちが重視なので、俺はもう IC レコーダーでも今回はええじゃろうと。ただもうリュック1個に全部入っちゃうんですね。なんだったら携帯ポッケに入ってるしね。で IC レコーダーも一応つけるのに、一応こうなんだスタンドとかさ、まあ、そういうのはあるし、あとは電源ね、やっぱ携帯も電源つないで撮りたいし。でも IC レコーダー単三電池だからね。単三電池のスペアだけ持っていけばいいわけですよ。私なんでもミニ四駆やってますから、単三電池いっぱい持ってますから、充電できるやつ。何本か充電して持っていけばもう全然問題ないです。いや、結構いい感じで撮れましたね。もう次からその現場、もうこれでいいんじゃんって演者の側にも言われました。もう重たい荷物をゴロゴロ引きずってね、いちいち来なくてもいいんだよと。いつも大変そうだから、楽しなさいって言われて、はい、つって。素直に思いましたけど、まあ昨今のね、持ち出し機材の軽量化具合はすごい。そりゃみんな YouTube やるわけだよね。はい、ということで今実はしれっとこの秋だか冬ぐらいにリリース予定の YouTube の番組のお話をちょろっとしております。お楽しみに。またラジオやる。ラジオ生活の会話10年。この企画何本目だ。会議ですよ、会議。カンファレンス。見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めましてメインパーソナリティのヤマトリンでございます。まあそうですね、まあ世の中いろんなことが起きてますけれども、やっぱどうしてもホットニュースに上がっちゃうのがあれですよね。またガンダム始まるんだよ、もうすぐ。てか多分あれです、これが放送、この回が放送される頃にはガンダムが始まってます。で僕はプロローグ見ました、水星の魔女見ました。
実はまあ水星のマンションの現場に関わっている人にもちょろりと話を聞いたことがあるんで、まあいろいろね、かなり前途多難な状態で始まったらしいというガンダムなんですけれども、噂によれば、まあ細かいことは僕も全然知らないので、もうただただ楽しみにしてるんですけど、プラモデルもね、この間ね、ほら結構先行で半年近く前かな、もう何ヶ月前だよ、だいぶ前に出たじゃないですか、あれ、そのプロローグに出てくるモビルスーツが2体ほど先行で発売されて、でまあもうプロローグ見てる人も多いと思うんで、あんまり 今更プロローグのネタバレって言ってもねあれなんですけれども、なんかまあ鉄血のオルフェンズの荒屋敷みたいな感じの設定がまあどうやらあるっぽいですね。でまあ一応水星の魔女ですから、主人公が女の子なのかな確か。俺あれ最初ビジュアル見た時に男か女か分かんなくて、俺なんかすごく女の子のような雰囲気を醸し出した男なんじゃねえかって思ってたんですけど、一応どうやら女の子らしい、あの普通におっぱいあるし、ただまあこれがねどう転ぶか分からない、勝手にガンダムのことを想像するのは僕大好きなんでね、薄い本がはかどるよね、もしかしたら男って説もあるじゃん、もしかしたら、もしかしたら別に性別がどうとかいう世界じゃないかもしれないじゃん、薄い本がはかどるね。ということで、まあとりあえずあのタヌキっぽい感じのヒロインかヒーローなのか分かりませんが、楽しみに皆さんガンダム見ましょう。ということで、ヤマトリのラジオカバーで第180回、座して聞かなくてもいいと思うよ今日の回も、ステイチューン。ヤマドリンのアニメソムリエ。あの最近プラモの話ばっかりしてるんでね、やっぱたまには全然関係ないコーナーをやろうと思いますけど、今回レビューするアニメ、機動戦士ガンダムダブルゼータにしましょうか。まあこのトークをね始めてる現段階でね、ダブルゼータの何を語ろうか全く考えてないんですけど、ただねこの間ね何度目か分かりませんけど再履修したんですよ、前話見直したんです。でね、やっぱりダブルゼータは本当に面白い。でね、あのやっぱいくつかね、ダブルゼータももう今更ダブルゼータなんつったらね、だって俺が生まれる前の作品なわけだ、35、6年前の作品なわけですよ。もう40年近いわけですよ。え、40年ぐらいになるんじゃないのもう、ぐらい前の作品ですから、今更ネタバレがどうとかほざくないよって話なんですけど、あのダブルゼータってまあ、ファーストガンダム、ゼータガンダム、ダブルゼータガンダムつってね、まあ、ガンダムシリーズテレビの3作目っつって、いうことで、まあ、主人公ジュド・アーシュタ君が頑張って戦う話なんですけど、なんだ、アムロ16、カミーユ15、でもってジュドが14かなだかなんだかで、まあ、中学2年生なんですよね、あいつね。まあ、学校6に行ってないですけど。で、あのね、今更思ったんですけど、結構あの、ガンダムチーム、そのシャングリラ出身ガンダムチームの その少年たちは結構あの雰囲気がね、あ、すごいリアルに中学生だなっていう感じ、あの無責任な感じが、なんかたまに なんでこんな無軌道に無責任なんだろうってちょっと思うんですよ。まあ声優陣のことも考えて声が大人びてはいるんでね、まあ何せ柔道なんて言ったら八尾和樹さんですし、ビーチャだってさね、普段はアストナージをやってた人ですから、割かし落ち着いてるわけですよ。ね、菊池正美さんだって出てますよ、イーノアッパー部。全然なんか落ち着いてるじゃないですか。だから、すごい大人っぽいんです。で、その、アニメのビジュアルってなんとなくちょっと大人っぽく見えるからさ、あの雰囲気の少年少女たちがさ、なんかまあちょっと高校生かくらいに見えちゃうんですよね。しかもこっちも初めて見た時中学生だったから、同い年くらいっていう感覚で見てないんですよ。で中学生なんつったらさ、そのリアル中学生の目線から見ちゃうとさ、自分なんてもう大人になった気でいるわけよね。だからあの中学生たちのリアルな中学生感っていうか、あ、まあこんな感じだよねみたいな風に見えちゃってて、結構そこ曇りがちだと思うんですけど、あれやっぱりね、大人たちに向けたメッセージ性ってめちゃくちゃ強かったんだなっていうのをすごい自覚しました。あの今回見てね、34にもうなりますけど、もうすぐ私も。それでね、何がやっぱりメッセージ性だったかっていうとさ、正直ね、エルとかルーみたいな、まあ要は女性陣ね、
はちょっとわかんない、女の子だから。だけど中学生くらいの、特にあのダブルゼータに出てくる男子たちってのは、あの結構自分なんですよ。自分のために頑張るんですよ。まあ、そんなの当たり前のことなんですけど、でアムロもカミーユも結局自分のために頑張ってた感じなんですけど、カミーユとかはさ途中でさ随分大人びちゃってさ、あの戦わなきゃならないのは見ればわかるだろうみたいな、こうしなきゃならないんだよみたいな、俺流されてますみたいなことをさ、だってもう俺軍人だしぐらいの空気出してくるじゃん。でファーにさ、なんであなたみたいな、私たちみたいな子供がそんなことしなきゃいけないんだみたいなことになってるわけですよ。でもところがギッチョンダブルゼータになった時はもうファーもそうなってるわけよ。だからダブルゼータの最初の時に、あなたたちはこういう風にしなきゃいけないのとかって、そのガンダムチームの面々にさ指示してさ、うるせえなあの説教版みたいなこと言われるわけですよね。だからダブルゼータの面々じゃないや、ゼータのメンバーっていうのは、まあ、比較的その、アダルトチルドレンなところあるんですよ。その子供から始まるんですけど、無軌道な子供に始まりつつ、でももともと結構腹に一物あってね、カミーユとか特に世に訴えたいことがやつはあったんですよ多分。でその上でそのエウーゴに参加するっていう形で、何かその自分はゼータっていう強い力を手に入れて、何かその何かの大義名分を背負って戦ってる。だからカミーユたちのあれにはさ、次々いろんなそのニュータイプだったり強化人間だったり、いろんなキャラクターたちがさ、死んでいったキャラクターたちがさ、あの思いをさ彼に乗せていくじゃない。で最後それをあの戦いの中で解き放った時にカミーユは空っぽになっちゃうんですよ。これ俺の勝手な分析ね。だからカミーユは本当に器だったし、あいつ自身に中身が あったようでない。最初あったんだよ。あったんだけど、それがどんどん大人たちの理不尽に汚染されてった結果空っぽになっちゃったっていうのが俺の中ではカミーユなのね。異論は認めます。で柔道なんですよ。ここで柔道なんですよ。非常に対比的なんです。本当に彼は自分のために戦い続けるんですよ。だってね、連邦の偉いさんだったりさ、メッチャーさんだったりさ、ね、アナハイムのメッチャーさんとかね、アナハイムなのかあの人でも、エウーゴだったり、あとウォンさんだったりさ、ああいった人たちに次々牙を剥いてさ、じゃあ彼が何のために戦い続けてるかっつったらさ、リーナを助け出すために戦ってんのよ。自分の可愛い最愛の妹を助け出すためっていう、ものすごいシンプルな願望で戦うんだあいつ。でなんだ、他のさガンダムメンバーもさそうなんだよね。ビーチャとモンドなんて最初すごいよ。だってなんかエウーゴやじゃないみたいな、なんかブライトさんうっさいしみたいな、もうネオジオン行っちゃうみたいな感じでさ、ダブルゼータ持ってったらいけんじゃねみたいな感じでさ、すげえ適当な理由でさ行くしさ、で行ったら行ったでさ、ガキ扱いはされさ、こき使われさ、それでもうこんなの耐えられないって言って、自分たちで持ってきたダブルゼータが、違うか、柔道がね偶然持ってきたダブルゼータを自分たちで勝手に露覚して、ほんでもってそれを手土産にアーガマに戻ろうとするんだよ。で出撃しろってちゃんと言われて、分かったって言った後に、行かなくていいんじゃね、めんどくさいじゃんみたいなこと言ってくるんですよ。例えばですよ、中学生とかに勉強しろと、ね、分かってるだろ、お前のためなんだぞ勉強しろって大人は言うわけ。それはでもその通りなのよ。でも勉強しなさいやんなさいって言われたことに対して、今自分がやりたくないからやんなくていいんじゃねっていう理屈が出せるのって、わがままな子供ならではのさ発想なんだよね。だからやっぱだ、まあ、柔道も結構そういうとこはあんのよ。結構勝手に命令無視するんだよね。でなんだかんだでそのいろんなことを恩着せがましくじゃねえな、自分たちのその大人の思想をさ押し付けた結果、ああなっちゃったカミーユのことを多分ブライトさんどっかですごい後悔してるんだと思うのね。でファーだって結局それに巻き込まれてさ、まあ彼女ですよね、言ってみればね、ファーはもうカミーユのだからさ、カミーユのためにさね、大人の押し付けによって空っぽになってしまったカミーユをさ、看病するのに残るで、しかもそれも別にファーが望んだことじゃないのよね。カミーユのそばにいることは彼女が望んだことかもしれないけどさ、彼がああなってしまうことは望んでないわけですよ。当たり前じゃないですか。でもブライトたちのこと責めないんですよファーユイリーは。
すげえできた女なのか逆に洗脳されてんのか分かんないけど、その状態でさ、見てたらさ、ブライトさんだってさ、そりゃー反省するよねっていうさ、アムロの時はそうだけど、アムロの時はブライト16ですからね、まず。確か。ブライト16と17、すげえ若いんですよ。で、その状態で船任され艦長をやりだ。ほんでもって一年戦争で英雄になっちゃうわけですよね、アムロ同じくさ。で、まあ、その若い状態でもう押し付け合いになるんですよ、ブライトは。ブライトからすれば。言ってみれば。ね。だからそう考えると、ファーストゼータ、ダブルゼータってブライトの成長劇でもあるなっていう気はするんですよ。だ最初にもう一緒に一応ね、軍人だけれども巻き込まれてしまったようなものの押し付けられてしまったブライト艦長で、ゼータガンダムで一応一通り軍人としてもう最高のプロフェッショナルとして能力を身につけてしまったブライト艦長ですけれども、その中でエウゴ自分なりのね矜持を見て、で、それを実現するためにカミーユっていう犠牲者を出してしまった。自分たちの大人のね勝手な思い込みをなのかもしれない大義名簿を彼に背負わせて彼をダメにしてしまった。でそして今度はいやもうそんなは古いし時代ね、時代が泣いてるね、そんなこんな時代は嫌だと言って、若いエネルギーに満ちた柔道たちを見て、彼らを自分で導くのではなく彼らを好きにさせる器になろうとするブライトっていう風に見えてくるんですよ。で最終的に彼が何をするかって言ったら、ネイルアーガンは全部若い層に任すっていう、なかなかのことしてるんですよ。俺これってね、ちょっとやそっとのねリーダーシップじゃできないことだと思うんだよね。すごいよブライトさんね。でそれを存分に柔道たちはまあ使い切ってというかね、いう形で第二次ネオジオン戦争でさ、ハマーンたちを倒していくのかなっていうふうにダブルゼータを見てて思ったんですよ。でね、まあ僕この間ちょっとツイートしたんですけど、柔道がいいこと言うんですよ。次回予告ではよく本当に、まあ本編でも言うこと言いますけど、次回予告ですごいいいこと言うんです。サイドワンの、タイガーワームかなっていうコロニーが出てくるんですよ。確かサイドワンだよね。あれどうだったっけな。ちょっとサイド3?でもあれか、ハマーンが近いからサイド3付近なのかな、のタイガーワームっていう、遊園地みたいなコロニーっていうか、エンターテインメントを中心にした、まあ、コロニーで、完全に戦っちゃダメよみたいな、なんだけど、そこの、そのコロニーを治めてる長のスタンパハロイってやつがただのエロ親父なんだよ。で、モビルスーツ集めるのが趣味で、で、旧型のモビルスーツいっぱい集めてんだけど、その中には全部最新のモビルスーツの能力が詰まってるみたいな感じのを、すんげえ趣味悪く展示してるっていう話があるの。で、まあ、そのエロ親父が何するかっていうと、入港してきたアーガマみたいな軍艦とかを、とりあえず一旦全部、はい、これ全部、もう条約違反にならないように、はい、全部封印します。武器一切使っちゃダメです。争っちゃダメです。みたいにして。で、でも君たち客人ですから、もてなしますねって言って、男と女、で、女も可愛い女の子だけを、えりすぐって、自分のところのハーレムに連れ込んじゃうっていう、まあ、わかりやすいことをしてたんですわ。で、それが2話か3話続くのかな ?2 話回だったと思いますけど、そのタイガーバー、確かそうだ、タイガーバームの夢っていう回だと思うんですけど、それのね、前編後編があって、前編終わりの次回予告だから、後編の予告か、の時に、人の趣味は否定しないけど、口出ししないでよって言うんですよ、柔道が。これね、すごい心理だと思うの。別に、俺たちは俺たちでやっていく、うまくやっていく。で別にお前の趣味に文句はつけねえ。だからお前も俺たちに文句つけんじゃねえって言うんですよ。俺これってさらっと言える中学生いないと思う。中学2年生ですよ、14歳ですから。ダブルゼータのメッセージ性はね、ファーストゼータを見た上で初めて結実するものだと思いましたね、正直。だからもしファーストゼータダブルゼータとかをちゃんと見てないっていう人は大変ですけど、テレビシリーズのファーストゼータダブルゼータで見てほしい。劇場版のゼータで、まあもう知ってる人も多いと思いますけど、カミーユのその器うんぬんかんぬんの話全部なくなってるんですよ。カミーユ最後精神崩壊しないんです。で
彼が精神崩壊しないことによってゼータを降りることがなくなるんですね。ゼータを降りることがないということは、ジュドーがアーガマに乗る理由がなくなるんですよ。で、結果としてダブルゼータじゃ誰に受け継がれたかって言ったら、大人たちの操り人形とか、ある種ね、そうじゃないんだけど、みたいになってしまった器のない、あの、芯のない神竜がきっとダブルゼータに乗ることになっちゃうんですよ。おそらくハマーンに負ける。多分。徹底的に。で、アーガマ沈む。な気がするの。だから、やっぱり、その、ね、で、それで結局ずっとずっとずっとブライトさんはさ、あの、神竜をさ、もうボロ雑巾のように使い続けていって、彼の成長しないわけですよ、きっと。で、ファーはずっと、何ですか、星ヒューマンの姉ちゃんみたいに物陰で泣いとるわけですよ。ね、メタスの陰で泣いとるわけですよ。この間再販されたメタスの陰で泣いとるわけですよ。ね、インターネットで6000円ぐらいに値段が釣り上がって目が点になった、あのメタスの隅で泣いとるわけですよ。どれだけ俺はメタスに恨みがある。恨みはねえんだよ。メタス欲しいんだよ。ね、っていうことを鑑みてあげるとですね、やはりね、ダブルゼータは楽しむためにはテレビシリーズのゼータを見るべきですね。で、そしてテレビシリーズのゼータの時のブライトさんをよく楽しむためにはファーストガンダムを見るべきだという気がします。はい、ね、そこまで楽しんで楽しんで楽しんで最後に逆襲のシャアを見たらどんな気持ちになるかっていうのをね、今すごい気になってるんです。だから今僕は逆シャアが見たい。ただね、これ逆シャアには問題があるんです。見すぎてセリフ覚えてるんですよ。この間のシン・ウルトラマンみたいなことになるんですよ。覚えてるんですよね、いろんなことを。でオタク知識が入りすぎてるから、逆シャアを見るたんびにね、いちいちね、過去のね、ただのクソ中二病だった時の俺がね、何かを俺の脳で囁くんです。これがうるさいうるさい。おかげで最近逆者見づらいのよ。でね、F91 はね、そもそもさっぱりしてるから、セリフを覚えるぐらい見てるけど、意外といける。いけちゃう。この間ね、V ガンダムも一気に見たんですよ。でもね、V でもね、なんだかんだで同じような現象が起こるんだよね。まあ、富野ガンダムはどれを見ても、まあ僕は面白いんですけど、ジーレコの劇場版まだ全部見れてないですけど、やっぱね、すげえわ、ガンダム。ちゃんと見てない人はね、見てください。やっぱね、これだけ世界を動かし、の経済を動かしてるね、アニメってだけあるよね。以上、ヤマトリのアニメソムリエのコーナーでした。エンディングでございます。いやー、ガンダム奥が深いね。奥がただ単に深いだけじゃないんですよ。遊べちゃうんですよね、やっぱね、こうやって。なんだろう、作品のさ、幅が広い、まあ、つまり、話数が多ければ多いほど、例えばテレビアニメ12話とか13話でワンクールじゃないですか、最近は。で、その13話っていう中で語れる幅ってさ、アニメ作ってる側からしてもおそらくですけど、やっぱり短いし、まあ、これは別に僕はアニメの制作現場にそんな直で関わってはいないですけど、まあ片鱗に関わっている身としては、その何ですかね、一つの1話を放送することによって、その1話の中から、考察できることなんてのはまあ1話分しかないんです。で、2話3話って重ねていくことに、まあ考察の幅は広がっていくんですけど、まあ何でしょうね、水のさ、波動みたいな感じでさ、ホイヘンスの原理みたいな感じでね、一個の点が、波打つ、次の点が波打つってなっていった時に、まあ点がどんどん合成されていくんですけど、波がどんどんバイバイゲームで増えていくんですよね。波が重なり合って、だ1話と1話足す2話、1話足す2話なのか、1話足す3話なのか、1話足す2話足す3話なのかっていう風に、話数が増えていくごとに足し算の組み合わせが増えていくじゃないですか。まあ平たく言うと2の13乗になるんですけど、でも2の13乗なんですよ。でもこれがじゃあ4クールあるアニメだったらどうですかね。考えられる、そのなんだ、考察の幅なんていうのは単純に1話ごとを使う使わないを簡単に計算すれば、あ、ごめんなさい、最後に引く1しなきゃいけないですけど、0があるから引く1として、2の、話数上引く1だけの組み合わせで考察をすることは可能なんですよ。この計算にはあんまり意味がないですよ。だからあまり深く突っ込まないでくださいね、理系の人は。俺の番組理系の人が聞いてる率高いからあえて言っとくけど、まあまあ、でもそれぐらい、あれはあるってことです。
違いがあるってことですよ。12話13話のアニメと4クールやってる40話50話ぐらいのアニメって考えたら、それだけ考察の幅なんてのは広くなるに決まってるんです。でファーストゼータダブルゼータ逆者って話が全部つながってるものって考えたらよ、全部でだって12クール弱ぐらいあるわけじゃないですか。ファーストが13クールぐらいか、だから344だから11クールぐらいあるわけでしょ。それを考察しろなんつったらさ、えぐい話になるに決まってんだからね。やっぱね、それだけいろんな遊べる幅、こっちがね考察していくオタクライクできる幅をこれだけ用意できているっていうのはすごいよね。でしかもその考察のさ、変な話果てにさ、サンダーボルトがあったりさ、ね、MS イグルがあったりさ、要するにガンダムの後に出てきた OVA たちっていうのは、その変な話富野さんが生み出していったその無数の考察可能な歴史から生み出された何かなわけでしょ。だからそれを考えたらね、ガンダムは楽しめるに決まってんだよ。まあもちろんね、アニメ作品を見てそもそも考察なんて何よっていう人もたくさんいます。むしろそういう人の方が多いと思います。 99% ぐらいそうだと思うんで、だから我々みたいなね、ごく 1% ないしはその 1% 未満のアニメを見て考察しようっていう層からすれば、ガンダムはねもう格好の餌よ。言い方悪いけど、みんなガンダム見ようぜということで、最後に簡単な告知をしたいと思いますが、今この話しているガンダムシリーズね、ファーストガンダムの、カバーアルバムを、やってます。こちらのリンクのね、あの方が動画の説明欄にありますので、気になる方はぜひクリックして、CD 買ってくれたらと思います。うちから発送します。それから仮面ライダー俳優の角野太鼓さんですね、仮面ライダードライブのチェイスやってらっしゃった角野太鼓さん主演のオーディオドラマ、なんと私が監督をしておりますが、こちらのオーディオドラマのディスクも同じく販売中ですので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあいろいろこの秋口ぐらいから私も新しい企画に参加して、リリースが始まりますので、またそちらの方の情報も楽しみにしていただければなと思っております。今回はちょっと長く語ってしまいました。ヤマトリンのラジオカンファレンス第180回、200回のカウントダウンが始まってきてる感じですね。またお会いいたしましょう。 See you next time. バイバイ。 Crying 今は見えなくとも Searching 人を変えてゆく I wanna